大阪大学などの研究グループはインタラクション2011において本のページをめくるときの紙の触感を再現する本型デバイスパランガのデモ展示を行いました。電子書籍っていうのが今流行ってると思うんですけども、電子書籍っていうのはフィードバックとしまして映像と音しかないんですよ。でそうしますと、例えば電子書籍で一気にページをめくりたいときっていうのは、今だったら指でスクロールして目的の位置に行くと思うんですけども、それだと直感的ではないっていうのが問題としてあります。なのでこのデバイスによって一気にめくれるんですけども触覚を与えることによってその大体めくれているページ数っていうのが分かるのが利点かなと思います。このシステムには曲げ具合を検出するセンサーが搭載されており、複数の紙を取り付けたローラーを本の曲げ具合などに応じて回転させることで触感を再現しています。本の曲げ具合でディスプレイ表示が変わる仕組みなので、現在のところ1枚1枚止めながらめくっていくようなことはできませんが、ページをめくる行為を無限に体験できることからパラパラ漫画を表示することができます。ローラーに、銀紙なんかをつけまして、めくる瞬間に、電圧が解放されるというような仕組みを作れば、1枚1枚検知できるので、そうするともっと正確に検知できるというふうに今後はしたいと思っています。 iPad にガジェットとしてこのデバイスをつけることによって、実際に電子書籍を読むときにそれを使っていただくというのが今後できたらいいなというふうには思っています。